今回は、中忍試験で戦うカカシと台を見て明らかな矛盾に気づいてしまった読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。6歳で中忍になったカカシ先生が7歳でアカデミー卒業した外先生と中忍試験で戦ってるし、過去に何があってどうなったかってのは考えてるんだけど、時系列の計算相当適当だよ。ファンブックで具体的な年齢とか出てくるやつならなおさら。さっきヤヒコが去年15歳なのおかしくねってスレも立ってたな。ザグザ26歳で10年前に卒業試験皆殺し事件起きてるなら、あの時のザグザ16歳になるんだよな。イタチとカカシの暗部時代とかどうなってんだって時系列してるから、まあ整合性よりエンタメ重視したんだと思う。他の人らと比べると外先生のアカデミー卒業7歳もかなり早いんだよな。完全な孤立だったり遊び相手がいたりするナルトの過去、この時の試験は中忍と戦うだったのかもしれないし、この後カカシが中忍に昇格してる描写がある。つまり6歳で中忍になって降格して下忍になって再試験ということか。数えとマンで変わったんだろ。そもそもナルトの留年からして時空がずれてるから、ナルトが一回飛び級してから留年したなら整合性取れるけど、アカデミー卒業試験は何度もあって卒業式が来るまでにクリアしてればいいだけ感じなんじゃね。外先生がアカデミー卒業前に何らかの手段で中忍試験に出たという可能性もある。起こった出来事を並べると結構な過密スケジュールだなとは思う。ナルトの留年関係はよくわからん。6歳で中忍ってのをなかったことにした方がいい。アカデミー卒業下忍になるわけじゃないから。イルカ先生とカカシの年齢差が過去回想と合わないから、イルカ先生が若くなったりしたし、そういうもんだ。アカデミー卒業前から中忍試験受けさせて使えそうなら使うシステムかもしれない。中忍試験やるには一回下忍になって何回か任務こなさないと試験受けられないってシステムあったよ。まあカカシの年代の時は違うかもしれないけど、時系列もそうだが、戦争中で優秀ならすぐに昇格してたのに、戦争やってないナルトの頃と同じようにみんな集めて中忍試験みたいなことやってるのがそもそもおかしい。ぶっちゃけナルトのファンブックは細かい設定かなり適当だと思う。ヤヒコの去年はオビトが闇落ちしてからだから、少なくても17歳じゃないとおかしいな。そもそもアカデミー留年しまくってるナルトが同い年と同級生の時点で全員留年しまくってる最悪の世代で確定。サスケ7歳でアカデミー卒業、10歳で中忍、13歳で暗部部隊長のイタチの人生やばい。そうは見えないけどスレガのみんな6歳なんじゃない。特別常忍ならぬ特別中忍とかだったんだろきっと。6歳に指示される大人の忍ってすげえ惨めだな。ボルトだとこの葉の里だけで2回目の中忍試験やるわーとかやってたし、ガバガバ。はやて去年23歳だから一部当時28歳の奴らに混ざってるとおつも下なんだよな。おとり役は俺が行くのシーンも全員見た目より面食いすぎだろってなる。全部黒舌の暴虐に収束させた漫画だし、時系列ガバガバでもあまり気にしないことにしたわの本質はそこじゃないし、過去のガバガバさを一身に引き受けてものすごいペースでイベント消化してる兄さん。兄さんハマーとんでもなくハイペースでイベント消化させられてるイメージある。最後はやっと解放される喜びでつい本音が出てしまった。まとな、忍者アカデミーって義務教育じゃないし、何歳になったら入学させるみたいなのは親のさじ加減じゃないの。カカシの過去経歴はだいぶなかったことになってる。そもそも何歳になったらアカデミーに入って何年在籍していつ卒業するのかとか明確に決まってたっけ。まあこういうことが過去ありましたよぐらいのもんだな。流し読みしててもん言ってることもあるけど、それこそナルトの留年問題は読み返した時真っ先に引っかかってしばらくググってしまった。中忍試験のモブおっさんばっか。初期設定ならナルトも7班以外友達いないし、子供たちは九尾のこと知らないから場合によっては遊んでくれることもあるんだ。ただみんな夕方になると親に連れられて帰るのに、自分は親がいないから孤独を死ぬほど感じてメンタルダメージが入る仕組みだ。サスケは6歳入学、12歳卒業って全然エリートじゃない経歴だしな。ナルトは割と友達いるじゃねえかってなったな当時。それ言ったらナルト世代は全員同じ年に妊娠出産してるからな。これはぶっちゃけ身も蓋もなく言えば商業目的で指して考える必要もなかったとしか言えんしな。面倒くせえし、イタチより早くアカデミー出てるカカシがいるのに、イタチがアカデミー史上一番の天才とか言われてるんだよな。多分だら先の設定はナーフされてる。オビトが臨死亡から1年で九尾事件を起こす過密スケジュール。サスケはアカデミーで6年も逆に何をやってたんだろうか。他に何もすることないから通ってたんじゃねえかな。ほらあいつ親いないでしょ。
居残り練習するレベルでめっちゃ頑張ってたけど、イタチみたいに飛び級するほど早熟でもなかった。飛び級は戦時中の特別処置とかなんだろう。みなしごだからバカで卒業できないとか貧困の再生産すぎる。アカデミー卒業年齢と中任昇格年齢比べると人によって結構差があって面白い。サイも10歳で中任になってるらしいし、暗部や戦時中は試験なしで昇格とかさせてるのかな。肩書きやら盛るけど年代管理一切してないので基本ハッタリ重視なんだけど、設定とズレが生じてるのはわかる。アニメだと親がいない寂しさにシフトしてた気がする。わかってんだよの始まり。中任試験を一度見送った外反、むしろ1年目で受験するのがおかしいんだ。中任から一気に仕事と責任増えるよね。下任になって任務数回こなして隊長から推薦受けて試験に合格すれば中任になれちゃうわけなので、まずアカデミーを飛び級して下任になって任務をこなすところまでは天才ならおかしくないかもしれない。6歳を推薦する港がやばい。今考えても卒業試験が緩すぎる。正直その辺はよほど熱心に読み込んでない限り大体の読者は気づかないし、何より週刊連載でそんな設定の整合性なんて考えてる暇はないし、船出の祖父なんだから当たり前なんだけど、柱間が生まれてから100年以内に本編ってことが納得できない。12歳中任昇格、13歳カンナビ橋の英雄死亡、14歳4代目火影を殺害、暁再結成、霧隠れ、水影洗脳、帯とのスケジュールかなりヤバい。7歳で忍者学校を史跡で卒業、8歳でシャリンガンを開眼、10歳で中任に昇格、13歳の時には暗部の部隊長就任推定、13歳で内派皆殺し、イタチもヤバい。内派皆殺しの時のイタチってもう結構がたい良くなかった。まずなんで3代目はそんなになると放置してたのってなっちゃうからな。ナルトの強歴断層のせいにしておこう。7代目見ればわかるだろ、クソ忙しいんだ。7代目が忙しいのは近代化のせいだし、最初の方の3代目は描写されてる限りは結構暇そうだぞ。カトン豪華級の術はできても木登りはできないので、木登りの難易度は死ぬほど高いと考えられる。アカデミーで教えることじゃねえかなこれ。変化の術とか分身とかはちゃんと教えてるし、マジで木登りの難易度高いんだと思う。なのでボルト世代はアカデミーで水上歩行の訓練させる。戦時じゃないから飛び級禁止だったくらいの設定ないと、サスケが才能なさすぎてかわいそう。ナルトの卒業試験落ちと同期設定はかなり最初からうんってなったよ。一話人には意向がそもそも世界観変わってるよね。ナルトの扱いとか、リンちゃんって結局カカシが好きだったのかな。それは普通に好きでいいんじゃないか。義務教育でもないんだし、全員決まった際で入学するわけではないんじゃないか。それ自体はわかるが、卒業が同じ年齢になってるのは。柱間は少年兵ならぬ少年人の死亡率の高さを嘆いてアカデミーを作ったんだし、飛び級なり早期卒業させちゃダメなんじゃねえかな。ボルトで登場する卒業試験に2回落ちてる、ダブリの岩兵3回落ちてる、7代目は一体ヒルゼンが3代目になったの何歳くらいの頃なんだろう。漫画の描写だと50年くらい前なんだけど、キャラクターブックだと30年前になっているバグ。3人が下忍の頃にホカゲイは見せてるから、逆算すると30になるかならないか。あの回想してた時そんな年齢だったのか。ナルト幼少期育ててたの多分サルトビの家だと思うんだけど、どのタイミングで一人暮らしにさせたのかがわからん。幼少期のナルトを育てたのはサスケの母ちゃん。いくらなんでも内派に預けるのはないだろ。一桁歳の頃からすごかった天才をやりたがるんだ。卑劣様の階層と3人の階層見るに、火影になってから担当上任やり始めてる猿とか。カカシ中任6歳はさすがにおかしいってなったんだろう。スレガの時確か9歳だし、1話見ればナルトのいたずらのせいでアカデミーでは急なテストとか頻発してるから、それなりにうざがられて入る。ナルトの悲しい過去を維持するために割としわ寄せがある感じか。そもそも初代火影の輪が80年前ぐらいだからな。第1回火影階段が60年前。というか港の親とかいなかったんかね。キュービのガキ引き取りたがるかっていうのはあるけど、クシナの遺品やらを像に保存してたのが3代目の家だったから、本当に幼少期は3代目が預かってておかしくないとは思う。ナルトがキュービを埋め込まれた哀れな子供から火影になる血筋のスーパーエリートになっていったのはさすがに王としか思えんかったのはある。4代目の意地ってのはかなり序盤から匂わせまくってただろ。ナルトへの差別ひどすぎたのって、作者が読み切り版ナルトの設定連載まで引きずったせいだよね。一話は水木が正体バラすその瞬間までナルトがキュービそのものみたいな扱いで話が進むしな。
まあこの葉隠れの里自体米軍基地みたいなもんだから里のほとんどが民なんだとは思う。一楽のおっちゃんとかはよそから来た人だから多分人じゃないのかな。忍び連合軍は下人参加してないから中人以上が8万人いたんだよな。侍が3万人くらいいたんでしょ。人人口実はとてつもなく多いのか、下人が中人より少ない歪なピラミッドになってるのか。しかまる一人が合格した試験で200人落ちてるから簡単に計算すると下人は1600万人いることになる。なそ人。万年下人だとバカにされるので年齢上がるほどに下人は減るはずだからな。卑劣様の死亡実すら疑問を持たれているという。五大国以外の小国も参戦したとか。所詮お人の階層だから都合よく改ざんされてるんだろ。侍もいるからな、右往の衆には。でも侍は作中に映ってる範囲の規模だとせいぜい1000人いたら多いくらいだからな。四代目の息子設定はガマ口寄せの頃からこれ港じゃねってなるから言うほど急に生えてきたわけじゃない。皆さんは中人試験で戦うカカシと害を見ると気づく明らかな矛盾についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお持ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。